リセールとは、プレイガイドや、工業の主催者が公認するチケットの転売サービスのことである。チケットは、購入後は主催者や出演、出場者を含めた関係者などのやむを得ない事情による、中止や延期による払い戻しを除き、原則として、個人の事情での払い戻しは、受け付けることができないが、それらのチケットを、ネットオークションなどのインターネットショッピングサイト、あるいは、 会場周辺でダフ屋や,やチケットゲッターなどが大量に購入して、それらを不正に悪用し、意図的に高額転売する事例が相次いで報告されて、主催者の利益侵害を犯す事例も多くある。そのため、2019年6月14日に、これらの不正高額転売を規制するチケット不正転売防止法が制定された。これを受けて、工業の主催者やプレイガイドなどが、 それぞれに定めた公正なルールに基づいたチケットの転売サービスを採用するようになった。不正な高額転売を避ける観点から、チケットは当初から発売されたプレイガイドなどの定価で取引を行う。チケット代金は購入者から一度主催者、プレイガイドなどに預かった上で、公演や大会終了後にチケット出品者に入金される仕組みとなっている。ただし、 購入者がやむを得ない事情で観覧できない場合や、公演、大会が中止、延期、無観客開催などのため、払い戻しとなった場合、あるいは出品者の都合により購入者に届かなかった場合、あるいは偽造チケットなどには、初手続きが必要な場合があるが、取引不成立と同じ扱いで、料金は払い戻される。チケットの高額転売は禁止です。 チケット不正転売禁止法初めての方へ、ありがとうございます。